よ。ソフィー、以前も言ったように私は戦力にはなりませんよ。ううん、そうじゃなくて、いい素材と悪い素材の見分け方とかを教えてほしいんだ。なるほど、わかりました。そういうことであれば同行しましょう。やった！それじゃあ早速出かけよう。そういえばこうして二人で外に出るのって初めてじゃない？そういえばそうですね。なかなか新鮮な気分です。私プラフタと一緒に歩けて楽しいよ。ん？いや、飛んでるから歩いてないか。ねえねえお姉さん、一つ聞いてもいいかな？え？あ、私？うん、お姉さんに質問。そのお空を飛んでいる方は何？獣とかにされちゃっても困るし、あんまり人に知られない方がいいよね。ね、私錬金術師なんだ。この本もね、私が作ったの。本が空を飛んだら面白いかなって。ほら、なんだかへんてこで楽しいでしょ。錬金術師。へえ、お姉さんって錬金術師だったんだ。それはなんとも奇遇だね。え？奇遇ってどういうこと？実は僕たち錬金術について調べてるんだよ。そうなの？こんなに小さいのにすごいね。調べてはいても才能がなくて何もできないんだけど。まあまあ、できないことを調べるっていうのもなかなか楽しいものだよ。というわけで錬金術師のお姉さん、名前を聞いてもいいかな？うん、私はソフィーだよ。君たちは？僕はメクレット。私はアトミナ。さっきも言ったけど、僕たち錬金術を調べてるんだ。ソフィーに錬金術について聞きに行くことがあるかもね。その時はよろしくね、ソフィー。あ、うん、いつでも聞きに来てね。じゃあそろそろ帰ろっか、アトミナ。そうね、またね、ソフィー。何なんだろう、あの二人、すごく不思議な感じがしたな。まあいいや。お待たせ、プラフタ。さあ採取に行こうよ。帰ります。え？へんてこな空飛ぶ本をアトリエに帰ります。採取はお一人でどうぞ。それでは。ああ、さっき言ったこと気にしてる。